これはデモ音声です。写真拡大、栄光の横浜ナンバーが受け継がれた。これはデモ音声です。DeNA の2022年度新入団選手発表会が3日、横浜市内のホテルで行われ、ドラフト1位の小園健太投手、18歳和歌山校は、背番号18に決まった。これはデモ音声です。三浦大輔監督、47が現役時代に背負っていた18を継承。株式会社 AI によるデモ音声です。ベイスターズの真新しいユニフォーム姿で、他の新入団選手8人と共に登壇した小園は、色紙に勝利としたため、これから勝利に貢献できるようにという意味で書きました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。愛称は、浜野健ちゃんと呼んでくださいと挨拶。これはデモ音声です。背番号については、すごくびっくりしました。株式会社 AI によるデモ音声です。まだ全然見慣れない。これはデモ音声です。不思議な気持ちです。株式会社 AI によるデモ音声です。自分の番号になったので、18は小園と言ってもらえるような活躍をしたいと、目を丸くしつつも飛躍を誓った。これはデモ音声です。最速152キロ右腕への期待値は高い。株式会社 AI によるデモ音声です。だからこそ、三浦監督も2016年の現役引退と同時に半永久欠番となっていた栄光の背番号を譲り渡すことを決めた。これはデモ音声です。指揮官は、ドラフトが終わった後に、三原球団代表と小園に18を背負わせたいと話をした。これはデモ音声です。引退した時、そういう選手が現れたらと思っていた。株式会社 AI によるデモ音声です。まさにこのタイミングでやろうと。株式会社 AI によるデモ音声です。18は小園の番号。これはデモ音声です。より大きく輝かしてくれると思う。これはデモ音声です。楽しみしかないと、力強くエールを送っていた。